三類島にあるベルティオンとその店頭にできる行列2003年撮影ベルティオンはフランスパリ4区三類島内に本店を置くアイスクリームを中心にした飲食店である1954年創業三類島内中央を東西に貫く三類アンリル通り29番地から31番地に店舗を構えるこの三類アンリル通りには他にもアイスクリームを売る 店舗が並んでいるが、日本の旅行ガイドブックではこの店だけを紹介していることが多い。隣のして島にあるノートルダム寺院から三塁橋を経て、徒歩約5分である。また、最寄り駅は、セーヌ川の対岸にあるパリメトロ7号千本マリー駅で、そこからマリー橋を経て、徒歩約4分である。なお、店名のベルティオンは、創業者の名前であり、 現在はその子孫である小売家が経営している。店舗は通りに面した売店と併設喫茶店により構成されている。アイスクリームとシャーベットのレシピが70種以上あるとされる。それらは牛乳、砂糖、クリーム、卵、ココア、バニラ、果物等の自然の材料のみで作られ、防腐剤や人工甘味料、食品添加物を用いないのが特徴とされる。一方、 併設喫茶店では、イチゴのメルバが名物とされる。なお、パリの多くの家族経営店がそうであるように、このベルティオンも夏季の一時期休業となる。ありがとうございます。